校で買ったことは内緒だぜ。二度と来んな。やられる時間の問題だ。
の出版担当がボーナーファーターまずいと言ってきた。考えてみればフリーモングってのもそう悪くはないかもな。戻ってきてくれ。気をつけろよ。みんな気をつけるんだ。うちの商品に勝るものなんてありません。足が保証します。モングなんてひどい名前だが、年間を出すまでにもっといいのを思いつくさ。今のところは間に合っているようだね。目を合わせるな。
ファイヤーホークはこの辺りにいるはず。油断しないで。変だ。ブラッドショットがファイヤーホークに対して襲撃するなんて。でもそれなら後続部隊のためにアジトまで何か道しるべを残しているはず。まあ悲鳴を追うっていうのも手だけど。おい、邪魔するじゃねえ。これはブラッドショットとファイヤーホークの戦いだ。やつを捕まえて今までに殺された仲間の仇を取ってやる。蝶を引っ張り出してそいつで吊るし上げてやるからな。なんていうか無駄に具体的ね。お目に留まったものがあれば言ってくださいよ。近いうちにまたすぐ会えますよ。急な怪我でもドクターセットが縫い合わせます。昼飯なら明日ままだ。
で消え去るの。いつでも殺す。やっ、あっ、ひどいざまね。無理すんな。殺してやる。なんかいいもん持ってるぞ。ファイヤーホークは長いことブラッドショットにちょっかいを出してきたけど、今までこんなに大規模な報復はなかった。今になってどうして。よし行け。あの化け物に俺らを舐めてるとどうなるか思い知らせてやるんだ。野郎の口にてめえのクソをねじ込んでやれ。汚いな。
弾なんていらないね。ホークがブラッドショットに下した天罰を見て、私はファイアーホークがあらゆるところにいることに気づいたのです。ファイアーホークは正義の神です。復讐、怒り、死、憎しみ、そして美を司る神なのです。ファイアーホークは天から我々を見守って、なんかいいのか、ラッキーだから、ラッキーだから、死んでボディを引きずり出してハブラシにしてやる。ファイヤーホークを称えよ、ファイヤーホークを上がれよ、ズッタズッタにしてやる。また試練を一つ成し遂げた。
つ言っておこう。万が一ローランドを救出できたとしても、クリムゾンレイダースがこの世から消える日はそう遠くない。君にヒントをやろう。私の秘密とは、レジスタンスが滅び、私の笑いが、止まらなくなる内容だ。